皆さんこんにちは。好きなインパクトはディープインパクト、シュンです。ということで本日は原神インパクトのキャラクターを1ミリも知らずに、僕の好みでランキングしていきたいと思います。あの山手線で広告がすごい流れてるじゃないですか。あのマリオとルイージがクイズやったりしてるあの広告ね。あそこですんごい流れてるイメージ以外全くないですね。で、このキャラクターをパッと見た感じの第一印象なんですけど、あの男か女かよくわかんない奴らが何人かいますね。はい。奴らって言い方はちょっと失礼か。申し訳ないです。ちょっとね、その性別がわかんない子も、もうこの子は女の子だとか、この子は男の子だとか予想しながら、決めつけながら、ランキングしていきたいと思います。まずはね、左上のこのキャラクター、なんかちょっとギルガメッシュっぽいよね。あんまりあの他のソシャゲに例えるとちょっとね反感を買うかもわかりませんが、ちょっとギルガメッシュっぽくて、なんだろう、やっぱ一番左上に一番最初に出てくるんで、あれですよね、なんかこう主人公を導く立場の人間なんじゃないかな。なんかちょっと顔の表情とかこの髪型とか見た感じ、多分あんま明るい子ではないよね。あの冷静沈着で主人公の参謀的な役割を務める。で、おそらくなんか武器とか持ってない感じ、あの魔法タイプ、で、見た目から察するになんか砂魔法とか大地の魔法とかを使いそう。そんなイメージを持ちます。こういう風にね、あの勝手にあのキャラクターの見た目だけでなんか設定みたいなのを予測しながらやっていきたいと思います。まあ見た目はそんな悪くない、イケメンだしかっこいいと思うんだけどね。まあちょっとここはまず様子見の B ランクとさせていただきます。で、次にこのオールバックで長髪のキャラ、まあ男の子だろうね多分。ちょっと表情がちょっと幼いんでね、女の子の可能性も否めないといった感じなんですけれども、こいつこそなんか魔術師っぽい感じするよね。 B と比べてみたら B はなんかこう剣とか槍とか使えそうな感じがしますけど、完全に魔術師っぽいよね。なんか物語のジョーカー的な役割なんじゃないかなと予想します。多分オールバックって性格めんどくさいやつが、するような髪型だと思うので、だからこう時には主人公に助力し、時には主人公を邪魔しに来る、なんかそういった感じのキャラクターだと予想します。で、俺はそういった感じのジョーカーキャラってあんま好きじゃないので、ちょっとここは C ランクとさせていただきます。次にこの女の子だよね。ちょっと釣り目で性格がきつい感じの女の子なのかな。でもなんかこう主人公のことをなんか気にかけてるツンデレ幼馴染タイプと予想します。真面目でね、なんかこうやんちゃな主人公の暴走を止める役割みたいな感じ。なんか炎魔法を使いそうな雰囲気あるんだよね、全体的に色合い的に。なんか炎系の攻撃をしそうな感じがします。僕こういうなんか幼馴染系のね世話焼きキャラ好きなので、ちょっと A ランクとしたいと思います。はい、若干カメラの位置変えました。じゃんじゃんやっていきましょうか。この子はね、なんかね、どうなんだろうね。おしとやかな子なのかな、パッツンだし。真面目でおしとやかで、なんか、主のためなら何でもします、的ななんか侍の女の子みたいな、感じがしますね。巫女的な、巫女的な感じにも見えてきましたね。巫女的な職業なのかな。単純にちょっと見た目が好みなので、ここは A プラスランクにしたいと思います。今のところ綺麗に分かれてくれますね、自分の好みの順番で。これは西洋のメイドさんっぽいよね。このキャラクターって結構東洋的なイメージのキャラクターが多いんで、なんかこの西洋のキャラクターは非常に珍しい気がしますね。ここにいるあの足毛の女の子はちょっとね、あの従順な感じがしますけど、こっちはなんかもうちょっとこう自由奔放な感じの使用人的な感じがしますね。なんかちょっとね、主人公に悪い誘惑、女の武器を使ってね、なんかそういうことしてきそうな感じがしますね。ちょっとおてんば娘って感じがするんでね、
僕こういう子結構好きです。A プラスランクにしたいと思います。次。軍師的な人なのかな？なんか自ら手は下さないけど、なんかすぐに頭が切れるみたいな感じ？そもそもこれが男の子なのか女の子なのかってちょっとわかんないですね。女の子だったらまあまあ可愛いと思うんですけど、背の高い感じで。男の子だったらちょっときついですよね、この感じ。なんかこういう中二キャラっていうか、なんかこうね、全てを俯瞰で見てる感じの人、そういったタイプの人ってなんかアクセラレーターみたいになんか突き抜けた何かがないと、俺って結構そういうのを受け付けないタイプなんですよね。なんか中二的な設定を若い頃ほど飲み込めなくなった、素直に。喉を通らなくなりました。味きつってなって。味濃いなーってなって。ちょっと俺こういう中二系のキャラ苦手なので、ちょっと D にしたいと思います。さて次はこの褐色っぽい子なんだけど、メカニックなのかな？ゴーグルがあるってことは。メカニックかパイロットか。でもなんか機械に強そうな感じはしますよね。目の周りがなんかちょっと赤いんで、多分この写真撮影の2時間前ぐらいに大泣きしたんでしょうね。うん、何かあったんでしょうね。かわいそうに。はい。鼻に絆創膏してるんで、馬だった時代の時はシャドーロールをしていた可能性がありますね。でもなんかすごい足速そうな感じがします。足速キャラなのかな。多分この、原神インパクトというゲームにおいて一番足が速いのは、この子だと予想します。足早い子結構好きなので僕は B ランクにしたいと思います。次、あーまたアンデルセンみたいなのがいる。でも声は多分ショタボイスなんだろうね。っていうか多分これ男の子だよね。なんかこう女の子に見えなくもない感じがする。多分ショタキャラだと予想します。なんかこの子もなんか性格がきつそうな感じがしますよね、イメージ的には。すごいクセっ気ですけど、今日の俺のこのクセ毛と、この人のクセ毛、どっちの方がクセ毛かちょっと勝負しましょう。はい。コメント欄にて、勝敗を決めてください。そんなくだらないこと言ってないでね。C ランクで。はい。で、多分、ここに出てくる赤髪の人、次の人なんだけど、多分ボスキャラだよね。予想するに。最初のワールドのボス的な存在だと予想します。なんか今までここにいたキャラクターたちは、なんかこう、みんなで手を組んで、この赤髪のキャラをやっつけるようと、してたんじゃないかと思います。これもなんか中二臭がするな。でも圧倒的ななんかこう、パワーを持っていて、なんかこう、僕は強くなりすぎてしまった、みたいな。誰か僕と対等に戦える奴はいないのか、はぁ、この世の中はつまらないなぁ、みたいなことをいつも、ボソボソとぼやいてそうな感じがします。はい。C ランクかな。やっぱ僕明るい子が好きなんで、なんかこう暗そうな子を見るとちょっとね、うん。次は、この、のじゃろり感溢れる、この、ねえ、もう絶対魔法タイプでしょ。うん。この子が絶対武器で戦ってる姿は、想像できませんね。でも多分耐久力とか低いでしょ。うん。でも僕、のじゃろりの中で、なんかこのピンク髪で、で、なんかこの、髪と違う色の耳が生えてる感じが、俺あんま実は好きじゃないんですよ。うん。でも多分このゲームにおいては、めちゃくちゃ強い存在なんじゃないかと思います。もう最強クラス。なんか、強大のな力を秘めている、なんか、クーデレっぽいロリ。みたいな感じ。小林さんちのメイドラゴンでいう、カンナ的な、クーデレロリ。すごい言いにくいんだけど、クーデレロリって。まあ、見た目があんま好きじゃないので B ランクとさせていただきます。この子はなんか病んでそうだなぁ。黒魔術とか使えそう。もしくはなんか黒いパラソル、日よけのパラソル持ってて、でそれでこうブスってこう敵をぶっ刺しそうな感じですよね。はい。僕が今やってるファイアーエンブレム風が雪月のヒューベルト君もすごいなんか、ヒューベル君の妹みたいな感じがしますね。そう見えてくるとなんか可愛く見えてきてくんな。ヒューベルトくんの妹か。まあ、おそらくゴスロリって感じで、ダウナー系の可愛い女の子だと思いますので、B ランクとさせていただきます。うん。で、次に出てきたのはなんか VTuber みたいなやつ。はい。
この髪の毛のモコモコ具合といい、この表情の感じといい、ロリボイスを作ってるタイプの VTuber。はい。企業に所属してるけど、そんなにファンがついてないタイプの VTuber みたいな感じの、見た目だと思います。はい。でも歌は多分すごい上手いんでしょうね、この VTuber。はい。ただちょっと歌がガチすぎて、なんかこう、コアな音楽ファンにしか、こう、受け入れられない的な。なんかもうちょっと可愛い要素的な。もうちょっと、音で遊んでほしいみたいな。歌詞で遊んでほしいみたいな。なんかそういったことはましないタイプの VTuber だと予想します。で、なんかこうね、電気を使いそうな感じしますよね。はい。Cランクかな。はい。この子はね、なんか不思議な魅力がありますね。2月って感じがしますね。なんか目に梅みたいなの。目じゃなくて、髪に梅みたいなのがついてますし。で、帽子になんかね、なんだろう。ワールドカップみたいなロゴがついてますね。やっぱサッカー好きなんでしょうね。サッカーファンの女の子。なんか目がなんか待ちかね服着たるみたいに椎茸みたいな目してるんで、なんか高級な料亭の椎茸なんかあるじゃないですか。こう切れ目が入ってる。待ちかね服着たるちゃうみたいな感じがするので、とんでもない変態だと予想します。なんか男の筋肉がすごい好きな少女。なんかこう、はぁ、上腕二頭筋みたいな感じの女の子だと予想します。いや、テンションが高い子は俺好きなんでね。ここは A ランクとさせていただきます。次の子なんだけどね、これ女の子か男の子かめちゃくちゃ微妙なラインだよね。ちょっとまつげが長い男の子にも見えるし、ボーイッシュな女の子にも見える。いや、でもなんかこの襟の大きさから見て、多分性格がめんどくさい男の子なんだろうな。うん。なんかこう、ほんと自分勝手で、自分の思い通りにいかないと切れるみたいな感じだと予想します。でも自分に忠実な部下には、まあちゃんとね、愛情を注いでる、根はいいやつだと予想します。うん、Bランクかな。はい。褐色で、アイパッチ？アイパッチじゃないな、眼帯だな。うん。眼帯つけてるんで、海賊キャラだと予想します。はい。なんか、海賊キャラか船乗りキャラ。うん。なんか使う魔法も水属性的な感じ？で、武器はね、多分、怒りにチェーンつけて、ぐる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 ってやって、ボーンって投げてくるタイプの、格ゲーのキャラっているじゃないですか。多分そんな感じだと予想します。はい。パワーキャラ。うん。A ランクにしようかな。あー、なんかツンデレっぽいのが来ましたね、次は。名前もわかんないな。でも名前はなんか、あーで終わりそう。なんか、シャミヤーとか、キャミヤーとか、なんか、なんとかあーで終わる名前だと予想します。はい。剣士を持ってるなんか侍っぽいキャラクターにも見えるし、なんか杖を持って支援に徹するようなキャラクターにも見えますね。うん。あ、でもなんかすごいなんかちょろそう。すんごいちょろそう。なんかすごいなんか性格きつめで口も悪いんだけど、でもなんか主人公をパッと見た途端、ご主人様ってなっちゃうやつ。心の中ではなんか、はんにゃーご主人様もっと私をいじめてみたいな感じ。俺そういうキャラ大好きなんですよね。A プラスランクでしたいと思います。はい。おー、またなんかクーデレロリっぽい感じ。いやでもこの子はなんか明るいロリっぽいな。純粋なロリ。なんかこの辺になんか四つ葉のクローバー的な紋章がありますね。なんか幸運を呼ぶ女の子みたいな。うん。だけどなんかその彼女の幸運を呼ぶ能力に目をつけた悪い奴らがなんか彼女を拉致しちゃうからなんか助けに行くみたいな。そういうストーリー展開だと予想します。はい。うん、単純に可愛いので A ランクとさせていただきます。はい。で、あらあら系の魔女の女の人が出ましたね。目が緑ですね。はい。目緑のキャラ俺結構好きなんですよね。あ、なんかこのゴーグルつけてるやつも目緑なんで、もしかしたら血縁関係があるんじゃないかと予想します。髪の色もちょっと似てるしね。うん。で、なんかこの反抗期の弟を、なんかこう、世話焼きのお姉さん的な、あらあらみたいな感じで、あらあらまだこんなエッチな本隠して、姉ちゃん見んなよってどっから持ってきたんだよ出てけよみたいな感じのね。微笑ましい、やりとりが、いつも展開されてるんじゃないかと予想します。なんかでも悪そうな、魔女、
悪い魔法を使いそうな魔女ですね。うん、なんかこう敵を操る系の能力を持ってそうですね。うん、で僕あらあらお姉さん系は個人的にあんま刺さんないので B ランクとさせていただきます。はい、で今まででなんか一番癖のないキャラ来ましたね。はい、天使の女の子的な東洋インスピレーションが多いデザインの中、なんかこの子がダントツで西洋な感じがしますね。なんかすごいいい子なんじゃないかな、純粋でいい子。なんか嘘もなんか信じちゃう、冗談が通じないタイプの可愛い系の女の子だと予想します。はい、まあ B ランクかな。白魔法とか、あ、回復魔法を使いそう。すんげえ回復魔法の使い手。ゲーム、このゲームでなんか回復魔法を使うんだったら、あの、この子が結論派みたいな感じだと予想します。じゃあ次はこの性格がきつそうな感じの釣り目の魔女なんだけど、さっきも魔女いましたよね。この、あらあら系のお姉さんの魔女と。なんかこいつとライバル関係なんじゃないかと予想します。もうなんか何かあるためにもう突っかかってきて、で、お姉さんがあらあらみたいな感じで受け流す感じ。多分テンション高くて、性格きつくて、で、なんかすごい人に当たってしまうタイプの、でもすごい頑張り屋さんの、ツンデレ系女子だと予想します。S ランクかな？俺そういうなんかうるさい子がすごい好きなんですよ。はい。で、次はこのなんか、神々しい見た目の女の人かな？うん。なんで頭の真ん中にこれつけたんだろう、髪飾り的なの。なんでこう横につけなかったんだろうね。横だったらちょっとオシャレだったのに。頭の真ん中つけたらさ、なんかこう走ってたらさ、なんかこの辺でこう揺れてめっちゃ鬱陶しいと思うんだけど。どうなんでしょう。あとなんかこう戦いによっては視界を遮られそう。まあでもそんなこと気にしないぐらい多分走らないんでしょうね。なんかこう魔法の使い手みたいなね、めちゃくちゃ強い魔法の使い手みたいな。個人的に刺さらないので C ランクとさせていただきます。いや、なんか自分が思ってたよりもなんか長い動画になりそうですねこれ。はい、まあまあ、ここまでお付き合いいただき本当にありがとうございます。引き続きご覧ください。次はこのなんかちょっとメイドさんっぽい感じのキャラクターなんだけど、なんか見た目の好みで言うと今までで俺には一番刺さってる感じがする。なんかこのシンプルな感じ。うん、多分なんかすごいなんかダウナー系のお姉さんなんだけどね、癒し系のダウナーお姉さんだと、予想します。うん、でなんかメイドさんでなんかすんごい真面目ですんごい忠誠を誓ってくれるんだよね主人公に。なんか綾波霊的な感じの、クーデレを、見せてくれるんじゃないかと思います。はい、見た目が単純に好みなんでね。です。あ、でもなんか時計持ってる。能力はイザヨイサクヤみたいになんか時間止めてくれるんですかね。はい、次はこのキョンシーの女の子ですね。やっぱキョンシーだから一度死んで蘇ったっていう設定がありそうですね。でそういうのって大抵なんか過去のキャラクターが復活させたみたいな設定があると思うんですよ。だから多分この中で彼女の主みたいな人がいるんじゃないですか。例えばこのさっきから言ってる荒々系のお姉さんがなんかこうね、自分の配下を得るために、幻の幼女をこのキョンシーとして復活させた的なね。はい、でなんか多分クーデレ的な頭悪い東方でいうところの都ヨシカみたいな感じの、可愛らしい女の子なんじゃないかなと思います。 A プラかな。うん、なんかこう誰彼構わず頭ガジガジガジってこうかじってくる感じの可愛い女の子だと予想します。次は男の子だよね。すごいなんか花輪くんみたいな髪型してますけど、まあ僕もちょっと今日花輪くんみたいな感じで髪の毛ぶっ飛んでますけど、野生児って感じがしますよね。うん、なんか片言で喋る感じの可愛い感じ、僕の今やってるファイアーエンブレムのペトラちゃんみたいな感じなんじゃないかと予想します。でも男の子なので、C かな。なんかこうフィールドを四つん這いになってこう移動して、なんかこう
鍵爪で攻撃してくるタイプだと思います。はい、次、あー、メガネっ子だね。ちょっと頬が赤らんでますね。多分画面越しの俺の顔を見てね、ちょっと惚れてるんでしょうね、俺に。なんかすごい知識人なんだけど、これ女の子だよね。女の子だと断定します。知識人なんだけど、あんまりこう自分に自信がないタイプの、アンダーテールでいうところのアルフィーみたいなキャラクターだと思います。でもこの子はね、アルフィーと違ってちゃんとなんか可愛いので、 A ランクにしちゃいましょうか。うん、次なんかね、すごい歌プリっぽい、ストプリっぽい感じがしますよね。僕ストプリとか歌プリも僕全く知らないので、まあいずれこういう風にミリシラで、ランキング作っていきたいと思うんですけど、はい、リクエスト などがあればね、コメントで。まあ爽やかお兄さんっていうのは確定だよね。性格がいい、もしくはすんごいチャラくて、なんかたけしみたいな感じでこう、女性を見つけたらすぐナンパしに行くタイプ、多分そのどっちかだと思います。多分ハンター的なやつなんじゃないかな。なんか弓と矢を使う感じ、もしくはクロスボウみたいな。でもなんかいい人そうなんで B ランクに出ましょうか。はい、でこれは男の子それとも女の子、すごくボーイッシュな幼い女の子にも見えるし、ただの幼い男の子にも見える。でもなんか冒険家っぽいよね、帽子といい、銀遊詩人的な。じゃあ男の子か、男だと予想します。神王地方を巡っていて、スゴミーという草タイプのポケモンと共にハープを弾きながら、ポケモンコンテストと、ポケモンのジム、両方を、こなせる器用な、ポケモントレーナーだと予想します。はい。面白いから A ランクに入れます。タヌキ的な？あ、これ髪型？それとも耳？どっちだ？髪型っぽいな。でもね、なんか表情が明るくていいですね。多分なんかジャジャウマ娘みたいな感じ。で、武器はなんかこう、打ち出の小槌みたいな、すんげーでけえハンマーみたいなの持って、相手に向かって、ドーンみたいな感じの、女の子だと予想します。はい。元気な関西弁の女の子かな。原神インパクトに関西弁も何もあるのかわかんないですけどね。多分中国産のゲームでしたよね。うん。中国産のゲームなので、関西弁だとは思いませんが、うん、まあ、関西弁の元気っ子だと予想します。S ランクで、お願いします。いや、やっぱね、元気な女の子は僕大好きなんでね。うん。次、わー、尖ってんなー。触れるものすべてを傷つける見た目をしてらっしゃる。海藻が好きそう。すごい。なんか、ワカメとかすごい好きそう。でもなんか、風の魔法使いみたいな感じしますよね。それこそなんか弓とか撃ってきそうな感じの、うん、森の民みたいな感じだと予想します。でもあんまり見た目好きじゃないんで C ランクにします。はい。あ、でこの子、この特徴的な髪型はよく見ますね。CM で、山手線の、多分男の子だと思うんですよ。すごいスレンダーで全身タイツみたいにピチッとした格好してる人ですよね。うん、知的な感じがします。知的で冷静沈着で、すごいなんかこのキャラだけ弾丸論破出身みたいな見た目してますよね。でもなんか甘いものに目がないみたいな、なんかそういう可愛い一面があるんじゃないかと予想します。はい、 A ランクかな。で次の子なんだけどね、この子も全然わかんないのよ。これ女の子それとも男の子、表情はちょっと男の子っぽいんだけど、髪型がね、なんかこのツインテールっぽいんだよ、すごい。女の子かなぁ。男の子かなぁ。なんかボスキャラだと思います。はい。なんか悪い奴に騙されて、こう、悪い奴の味方をしているいい奴。で、ボスキャラ。みたいな予想をします。はい。男の子か女の子か全くわからん。こういうのって大体肩幅を見れば男か女かってわかるんですけど、肩幅すらわかんないなぁ。まぁ、ちょっと表情かなりきついんで、男の子なんじゃないかな。きついっていうのがね、受け付けないという意味できついんではなくて、真剣な顔をしてるので。
でも褐色は俺好きなんで B ランクにしますか。今んとこチャートはこんな感じ。はい。次は確実に男の子だよね、この感じ。すごい真面目で、やさおな感じがしますね、やさお。やさおなんだけど、なんかこう、過去にトラウマ的なものを背負ってる感じ。で、なんかそれを一生懸命乗り越えようとしてる姿が、なんかこう、女子の共感を誘う、キャーみたいな感じのキャラクターだと予想します。はい。炎属性の剣とか持ってそうな感じがしますね。はい。炎属性のでけえ、モンハンみたいな剣を持ってる。キャラクターです。B ランクで。なんか随分パンクなキャラクター出てきましたよね。なんか、とある魔術の禁書目録にすごい出てきそうな感じ。この子もなんかあのゾンビランドサガみたいな感じで肌の色悪いんで、なんか一度死んでから生き返ったみたいな感じのね、設定だと予想します。さっきのキョンシーの女の子の親戚的なね。うん。聖職者だったんだけど、死んで、で、悪い奴らに復活させられたから、ちょっとパンクな格好をしてる。B ランクかな。この次のキャラもね、俺男の子か女の子か全然わかんないんだよ。見た目が全くわかんない。いやー、でもなんかね、女の子であってほしいなーという願望があるんですよね。なぜなら、この子女の子だったら、めちゃくちゃ見た目好みなんですよ。すごい真面目で、なんかすごいなんかこうね、自分の命を失うことも厭わない、しかもものすごく強い女騎士なんだけど、なんかこう猫とかなんか可愛いものには目がないみたいな、可愛いものを見るとなんか心がハニャーってなって、なんか表情もとろけちゃうみたいな、おい真面目な堅物キャラどこ行ったんだみたいな、なんかそういう感じのキャラだと予想します。俺そういうキャラだったらいいなという願望で S ランクにしたいと思います。まあ、今まで全部願望みたいな、もう願望っつうかね、僕の好き放題言ってて、予想ですけどね、すべて予想。はい。今まですべて予想で話してましたから。ずっと俺は的外れなことを言い続けてる狂人なのかもしれない。はい。次なんかこう、おっとり系だけどね、なんか腹に一物抱えてそうな感じの、なんか愛に狂ってそうな見た目してますよね。なんか垂れ目だし。執着心がすごいありそうな感じ。だから復讐に燃えている、もしくは、なんかこう、過去の恋愛が忘れられないみたいな。まあでもね、ピンクの髪でね、多分外れキャラはあんまいないと思うので、A ランクにしたいと思います。で、この子は多分男の子だよね。隣になんか女の子がいて、すごい見た目が似てるから、なんか兄弟とか、なんか対になってると思うんだよ。だから多分こっちは、髪の長い男の子だと予想します。なんかこの子もなんか悲しい過去を背負ってる感じですね。すごく優しいみたいな。でも優しすぎてなんかこうね、クレイジーみたいな。ウド鈴木みたいな。まあテンションはウド鈴木さんじゃないでしょうけど。なんか秋って感じがしますね。秋の神様なのかな。秋ってなんかこう実りの季節であり、なんかこう植物が枯れていく季節でもあるので、こっちはなんか枯れる方担当だと予想します。はい。C ランクで。で、隣の女の子がなんか実り？うん。なんかこう、姉御肌的な感じの、秋の女の子？うん。男勝りなんだけど、すごい面倒見がいい。俺が一番好きなタイプの。FGO でいうとこの宮本武蔵みたいな感じの、キャラクターだと予想します。S ランクかな？うん、S ランクで。この子は男の子？随分額がでかいですね。ダウナー系でなおかつなんかパッツンの男の子みたいなのって俺あんま魅力がわかんないんですよね。申し訳ない。能力を予想してみよっか。なんかタヌキの着ぐるみみたいなのをしてるからなんか人を化かすのが好きなんじゃないかな。こんなこう、ダウナー系の表情をしてますけど心の中ではなんかこう、あざ笑ってるみたいな。あーし、D ランクかな。で、気になってたのがこれ。何こいつ。これってあれじゃない？さっきの。あ、こいつと同じなんじゃないか？こいつと同じなんじゃないか？同じだからこれ C ランクに入れとくか。なんでこいつが二人いるのかちょっとわかりませんけどね。でも原神インパクトやってる人なら、わかるんでしょうね。うん。で、次。
次はね、ちょっとまた憂いを帯びた感じのお姉さんなんだけどね、髪飾りにアジサイをしてるということは、アジサイって日本独自の花なので、多分日本の大和なでしこ的な女の子だと予想します。はい。でも6月だったり雨の象徴だったりするんで、アジサイ、アジサイ、これアジサイだよね多分。厳しくも優しいお姉さんキャラみたいな感じ、Aランクかな。次、なんか天狗のお面かぶってる男の子、これは男の子だよな、男の子だよな。なんかこの子すごい人気キャラっぽいですね。はい。でもなんか悪役なんじゃないですか、なんか見た目もあれです、あれだし、すごい長い、クソ長い一本下駄履いてそう。でも俺天狗キャラ結構好きなんですよね。あのこの調子に乗ってる系の天狗キャラじゃなくて、なんかこう天狗をモチーフにしたキャラって結構俺見た目好きなんで、 B ランクとさせていただきます。はい。で次はこうなんかプリンセス系の女の子かな、なんかの国のお姫様だと予想します。はい。ピンクで、で青い、なんかこう先っちょだけ青く染めてるみたいなね。うん。ちょっと今時のプリンセス、ちょっとギャルっぽい感じで、なんかこう海のお姫様だと予想します。はい。なんか結構色合いがサンゴ礁を連想とさせるものなので、サンゴ礁のお姫様 A プラスランクにしようかな。結構見た目が好きなので、はい。でラストね、なんか一般人混ざってねえかって感じしますよね。はい。こんなに特徴あるキャラクターが、尖った見た目のキャラクターが出てるのに、なんかこの子だけなんかキャラデザも違うし、なんなら顔若いからちょっと酔っ払ってるちょっと酔いつぶれてる感じがするので、酔いつぶれた一般人は D ランクとさせていただきます。はい。ということで最終的に票はこんな感じになりました。ゆっくり上からスクロールしていきますね。はいはい、こんな感じ。皆さんいかがでしたでしょうか。本当に1ミリも知らないんでね。はい。まあ僕の言ってること、当たってること、外れてること、多々あるとは思います。合ってる方が多かった、すごい。もしくは、間違ってる方が多かった、アホみたいな。なんか、そういった感想のコメントなどいただけたらすごい嬉しいです。あと、このキャラはこういうキャラだよっていうのをコメントにて教えていただけたら嬉しいです。はい。あと、なんか原神インパクト以外で、こういう企画をやってほしい、っていうのがあったら教えてください。はい。僕個人的に企画してるのが、僕仮面ライダーを実は一回も見たことない人なんで、1ミリも知らずに、仮面ライダーをこうやってランキングしてみたり、あとそうですね、プリンセスコネクトとかデジモンとかも俺、触れたことがない人間なので、ちょっとその辺でミリシラを作ろうと、企画しておりますので、もっとそういうミリシラ見たいなっていう方は、チャンネル登録などよろしくお願いします。ゲーム実況なども見ていってくださいね。それでは皆さん、また別の動画でお会いしましょう。 Goodbye! Have a nice day! たとえ火の中、水の中、草の中、森の中、土の中、布の中のこのスパッツの中の中。